ゲームセットなのだ。日本、ドイツに勝ちましたなのだ。日本はドイツに勝ちました。これはすごいですよ。それってすごいの？サッカーはルールすら知りませんが、とにかくすごいらしいです。へえ、次は多分コスタリカ戦ね。スペインに 33-4 で負けたらしいし、負けることは多分ないわね。日本、コスタリカに負けましたなのだ。スペインとドイツが引き分けなのだ。実力とは？皆さん、こんにちは。投稿者代理の白霊霊夢よ。キリカのマリサだ。こちらさないです。今回もイザードリーゴツの試練のユーザーシナリオである取り立て人と負の遺産をやっていくわ。今回はまず1回の残りを埋めていくぜ。いきなりイベント、ゴミみたいな灰がある。手抜き工事。探したらそこそこのものが出た。楽をしたい時に使うやつだな。少女探索と米編中。2階の埋まっていないところがシュートみたいだから、そこを避けて進むわ。慎重にマップ埋め。現実はなさそうかな。ウポツオツ、いつもありがとうございます。ウポツ。ホーリーグレイルということはモンティパイソンか。W モンティパイソンは確かウィザードリープレイヤーにも馴染み深い作品かも。マップは結構複雑。マイティボンジャックは俺も見たぞ。ありがとう。パーティーゲームはみんなで楽しくワイワイやってる感じが大事だからね。ミニゲームアイランドじゃダメだったみたいね。もしまたやるなら今度はパーティーモードでやるわ。多分ごまかしてもメガトンコインは隠れないぞ。しかももう一度やってました。名前が長くて一人だけ取り残される。うどんゲー仕方ないね。無駄に広い部屋が多いのかな。今のところそうじゃないわね。これシュートの位置わかんなかったら面倒ね。そこはお前がなんとか。さすがに画面の中はどうにもできないわね。こんだけ埋めるのにも慎重に行ってたから結構時間かかった。こんなんで商売やっていけるのかね。おそらくアイテムの種類が少ないんでしょう。鉄パイプ槍とか保存性最悪な焼夷弾とかも作ってたぞ。 WW2 のイギリスかな。最後の武器はリモコンミール瓶。キヨシ、ヒジリのおっぱいを捧げろ。脳障害。公式でニューユリした人じゃないですか。やだ。これはリアル霊夢。せやな。努力して霊夢に追いつく。原作通りだな。せやな。ドワーフ3人分だから微妙にでかくない。そうか、ドワーフって身長低いのね。ほとんど埋めたわね。扉を開けるわ。何のためにこんなの作ったのやら。ここは冒険者育成用ダンジョンらしいからセーフ。扉は一方通行が多いわね。世界が違えば3で武器や鎧とかすモンスだもんや。ドラクエが優しいことがわかるし。 FF はもっと簡単適当。ボロい祭壇がある。何もなさそう。多分ゴミがあるだけですね。探しますかって、ここに何もあるわけがないじゃないの。ゴーレム、適当に AC 上げてヘイストして殴るぜ。殴れ殴れ。このシナリオは武器に力補正ないから命中悪いけど、渾水は効くかな。見た感じ効かない感じね。あとは適当に殴って終わりね。雑に殴って終了。経験値はオール1。マーフィー先生枠じゃなかった。でもここだと使いにくい。1階のマップ、大きく分けてシュート地帯、回転床地帯、練習地帯の分かれているわね。シュートの先はもう多分埋まらない。初手壁の中は免れたか。1階でテレポートとか多分このシナリオ難しい。ウェルカムすぎて帰って怪しさ満々の文章。そして奥には弱いし経験値もアイテムも落とさないやつがいると。一通りのマップ用の罠が体感できる施設っぽいね。テレポーターさえなければな。マグネットもなくせ。エレベーターの先の地下2階はまたトイレ。汚い。この先は多分ゴミすらないわ。野党冒険者に襲われてそう。ビショップと忍者。ビショップはサイレンスで、忍者は虫だ。ファイアップは結構耐えるわね。とにかく呪文とかで殴ります。ビショップは属性耐性がある。くっそ硬い。私の体力が一桁に。まだ一体も死なない。硬いわねこいつら。なんとかビショップ撃破。あとは雑魚だな。死人が出たわね。気のせいではないわね。ゆっくり鈴線。ちなみにみんな大好きキツネゆっくりは旧作とコンタマデン以降の作品のやつがないわ。その作品はあんま需要なさそう。明治メガハイ撃たれる前に殺したい。この忍者はレベルが高そうね。めっちゃ首切ってくる。イーロンマスクかな。ツイッターはどうなるんでしょうか。まったく見当もつかん。ポッカキットみたいにならないことを祈るわ。そんな SNS やだ。というかヤバすぎるだろ JK。 ホモドワーファイターは昏睡させるぜ。スワップだ。不眠症なのかな。なんか死んだ。未だにろくな装備がなくて AC8 はきついわね。これか金足んないだろ。お金の見入りもあまり良くないし、
蘇生できないかも。なんとか撃退。7解除。良いシールド。ゴミ、なんか装備箇所すら不明。蘇生タイム、金は最悪冒険者から剥ぎ取るわ。なんかロードが 1000G 持ってくるらしいし。生命力が優秀。次の方どうぞ。オイスウィッチは草。オイスウィッチだぞ。とりあえずサイレンス。呪文は WIG では偉大。最終的に最強呪文はセブンス分になります。なあ、負けの布石は考慮しないものとする。呪文が防がれているな。かなり厄介だね。メガファイアでも火力不足かも。とりあえず昏睡。前衛が火力として役に立ってない。呪い装備でもつけたのかな。パンドラの悪夢だと呪い装備つけててもそれなりだったから違う。あれ、力補正ありましたよ。ガチャガチャやってたら28で命を受けて昨夜が天国地獄行きかも。はい。残りはクソザコスペルユーザーだけね。これでとどめよ。経験値は1人11億4514万1919。んなわけない。実質全品。成長はいい感じだな。生命力16も見えてきた。呪文は微妙。悪くはない。こっそり第2パーティ編成。ネックだったアウンの立ち絵ができたし、アウン率いる初代第2パーティーの戻してもよかったんだが、動画用の立ち絵とかを設定するのが面倒だった。呆然としていますね。うっさい。現在、カツアゲの映像が流れております。奪った金で蘇生チャレンジ。これ、冒険者の基本。実質全品。有能成長。悪くはない。催眠耐性とかのステータスはない。原作的にはアリスよりヨウムの方が催眠に弱そう。偏見。そんなことはないはず。催眠、ありえないわ。勝手に出てくんな。完全に催眠されてたわね。しばらく DNA テストをお楽しみください。誰が使うの？蘇生シーンです。はい、シーフ。寒くなってきたわね。弱かったわ。まだ死んでないから。クソザコなめくじ。弓を持っているわね。後衛攻撃に注意しないと。とりあえず全力ぶっ破。指紋師は危険だから先に倒すよ。ちなみにこいつは毒持ち。こっちにはキュアポイズンの毒消しも売ってないわ。早く行って。ゴミミミミ。出たのはいいけど弱い。何の補正もない。力欲しい、力欲しい。いい成長ね。雑に戦っていたら大惨事に。これ倒せませんね。逃げないと。というかこれ2人くらい死ぬわね。結局3人死んで蘇生。3人も死ぬと蘇生内大変です。ロードが1000ユーロ持ってくるのは救済措置かもしれませんね。一人も灰にならずに蘇生成功。マシな装備が出た。いい感じね。もうそろそろ識別率が95になったはず。生命力、あ、普通に微妙。呪文習得はマシな感じね。サンダーを覚えたな。多分ゴツの試練で最も報われた呪文。ゴミ。侍、団体で登場とかエナジーボルトの的。クソザコなめくじ。経験値は意外と美味しい。集団で出てくると困るかも。よい装備ね。全員装備可能。クヨに変な罠は開けない方がいいわね。生命力16ならロスト確率は 5% 以下のはず。 FE なら危険な数値ね。また毒で死んだわ。安定しないのは辛い。早く安定してほしい。というかキュアポイズンがあれば済む話じゃないか。事実陳列罪で逮捕よ。仕方ないね。なんでやねん。てか金微妙に足りなくて1回追い返されたわね。ジーカーラ。プリーステス。ガストラボンはまだ存在を確認していない。燃えました。まあこいつらだけなら弱い。経験値もしょぼい。足軽。今回たまたま1グループで出たけど、こいつは4グループぐらいで出ることが多いよ。弱いから楽勝ね。4グループなら経験値も美味しそうね。早いなら石。指紋師にゆっくりにされました。とりあえず良くはない。ドワーフファイターに真っ二つにされた。普通に優秀な装備だけど、もっといい装備も欲しいわね。僧侶前衛なら有能防具。速さは正義。せやな。このシナリオの召喚魔法は常駐不可能だから、これでも構わない。盗賊にはもったいないステータスの良さね。サフォケーションサフォケーション。微妙だな。サフォケーションないし。探索開始。ここはレビテートがないから後回しだな。ここもヤバそうだから後回し。もしかして、旅人の財産。知っていた中身。まあ、何かあるだけマシかな。動画投稿者の敵。関係ないわ。どうせやるのは米返しだけ。進め。フランス、抗議。フランスは植民地時代の名残がありますからね。フランスってカエル食べるんでしょ？やめろ。敵が出てこなくても、ずっとハラハラしてただろうな、W。せやな。最序盤で毒持ちはきつい。このシナリオは毒消しが敵ドロップ限定なのも辛い。知恵よりはずっとマシだろう。前衛ならそうだね。
スタフすぎて、損はない。HP は正義。おっと、スティールライフ。迷路みたいな構造。これはヤバそうだな。ナズーは、仏陀に蘇生薬かけようとした、良いネズミだから。なお、猫に襲われて任に失敗した模様。何だそりゃ。己の無能を晒す。原作も結構脳筋タイプだからよし。せやな。おい。また、スパークとファイア抜きか W。中の人は速さと生命力を削って知恵に触れ。公式シナリオの満月王の子供たちは終盤でも。最初に見せ売りしてるレベルの装備、ゴミがバンバンドロップするぞ。ああそれ、やっている人だけど、結構作りが雑なところもあったわね。軟化僧侶と魔導士の相互転職アイテムに設定ミスがあるとか。そして、それをも上回る装備破壊部です。おぼぼぼぼぼ。蓮舫にモザイクかけたらで、アニメスタッフは、絶対楽しんで作ってたで、銀玉。せやな。視聴者にも刺さる人がいるからやめて差し上げる。すまぬ。だから、受賞が無視するロックな映画もちらほら出てる始末。ポリコレを虐殺する映画はありそう。上映経費かし。ステロングゼロかな。飲んだことない。間違ってオート済みのを飲んだら、うごえ。髪が生えてると、属性への入れ込みたいに受け取られるから。断髪かベリーショートにしてる宗派もあるで、仏教もそうだけど。動画加工は沿っているイメージがあるわね。どこかしあのカヌキ扉まで進みたいね。まだまだ長そうだ。自分のことをさないと思い込んでいるマリサ。ただのミスです。 WIZ5 なら全財産持ってるキャラから金盗んで逃走できる猛者なんだよな。なんだそれ。まだダークゾーンエリアは続くみたいだな。半分ならセーフ、4分の1ならアウト、3分の1もアウトだね。水タバコを吸っているおっさんは人里にもいたわね。金製品は死にそう。クロコダイル混ぜてそう。暴言、賄賂に絡むとか6でもないわね。全員ギロチンしないと恐怖政治。実験？何の実験なの？遺伝子組み換えずんなもんでも作ってるんでしょ。冒険者はゴロつき同然だから、いくら殺しても問題にならなそう。つまり拷問しても OK 狂気。NG よ。鉄鍋のちゃんの XO ちゃんの話か。W、速さはうまさ。そうだな、あれは現代じゃいろいろと厳しい漫画だったな。もともとの中華料理は、上層はともかく、一般では、食材の質の低さをごまかすためのものが多かったからね。確かにそんなことをどっかで聞いた。ディズニーと任天堂かな。そうだな、任天堂も厳しいイメージがある。まあ任天堂は昔痛い目にあった&愛想になったから、自衛のためにも必要だからね。クソのトライフォース、エクソシストとか超有名なのに。映画はクソなの以外詳しくない。 LV5 にラモリとメガサンダーとか。そんなのあるのね。 WIZ7 なんかはそういう仕様やで、生きているメンバー数で敵の出現やグループ数が調整される。水なのはプレステ版が有名なイメージ。偏見。石畳やコンクリ割って植物生えてくるとそこから劣化するから、引き抜いて埋め直さなきゃになるけどね。面倒だね。おかげのパラディンみたいにロードだからって防御固くなったりしないもんね。一応ロードの装備は守備寄りなイメージがあるわ。たまたまだろうが、マイナーシナリオは動物やモンスターが喋ることが多い気がする。確かに前シナリオでも動物が喋ってた記憶が。この歌はよくわかんないわね。なんかのヒント？今はウワンちゃんが独立してるね。そうなのか。インランピンクの元祖だからしゃあない。仕方ないね。ムークドラコンミスマン訴訟。ドラコンは強いらしい。このメッセージ好き。せやな。紫とかがこっそり処分してそう。すでに幻想郷の一般性癖になりました。嘘を聞くな嘘を。想像できんバブル。ミストさん、お前は禁じられた機械を平気で使っているじゃないか。教えはどうしたんだ教えは。これじゃ俺、召喚師を守りたくなくなってしまいますよ。草生えるんも、呪い呪い。ショート棒は使わない。てかこれ、私たち死ぬんじゃ。マイナスにマイナスをかけるのは NG。ディズニーがマイナス扱いは草。これからどうなるのかしら。岡山の河原は母なるガンジスよりは綺麗だから。申し訳ないが、どっちがひどいかを決めるのは NG。岡山の不評被害。動画 W。残念。アーダンよ。純粋に運んですので、モンハンの金冠集め。旅人の財産も運ゲーがある。これはつまり、モンハン旅人の財産 QED 証明完了。申し訳ないが大惨事を無視するのは NG。マップに埋められないマスあるの見ると、テレポーターの時に、というのが頭をよぎる。つまりきなり死ぬのかもありえたと。蘇生チャレンジ。マリサを蘇生。なぜか残りは次の録画ファイルよ。成長はそれなり。それでは今回はここまでだな。
ご視聴ありがとうございました。死んでるのになんで復活してるの？知らない。わかんないわ。